はい、今回は、折り紙で鶴を作りたいと思います。26センチぐらいの折り紙、水色かな。おっと、鹿さん、折りましょう。三角に、完成。鶴。ここ中折り折り。完成。箱づる。中がこんな風に箱になって、ペンを中に。入れれます。鶴がちょっと難しくなったような感じです。こんな感じ。こんな状態からこううまくへこませて平らにするのが難しかったです。かじりっちょとかも。入れれたりこんな感じです。バイバーイ。